アンヘル・デ・アルベルト・イバニエスは、スペイン・バレンシア州、カステリオン県出身の元サッカー選手。選手時代のポジションは DF。バレンシア州選抜の経験がある。地元の CD ・カステリオンの下部組織で、各年代を過ごし、2002年4月20日のベニドルム、CD 戦で、トップチームデビューした。CD ・カステリオンはプリメーラ・ディビシオンに11シーズン、在籍した。 経験のあるクラブであるが、この頃は、セイグ軍ダディビション B に属していた。デビュー2年目の2002から03シーズンは、セイグ軍ダディビション B のグループ3で優勝したが、プレーオフで敗れて、セイグ軍ダディビション昇格はならなかった。2003から04シーズンに飛躍的な成長を遂げ、リーグ戦39試合とコパデルレイ1試合に出場した。リーグ戦では、 初得点を含む2得点を決めた。2004から05シーズンはリーグ戦のグループ4位でプレーオフに進み、西軍ダディビシオン昇格を果たした。昇格から2シーズンは2桁順位だったが、2007から08シーズン、2008から09シーズンはプリメーラディビシオン、昇格を狙える順位でシーズンを終えた。2008年12月、バレンシア CF との間で、 シーズン終了後の遺跡仮契約が結ばれた。バレンシア CF は、イヴァン・エルゲラとの契約を解除し、アレクシス・ル・アーノが、怪我で離脱していたためにディフェンダー王を探していた。2009年6月、CD ・カステリオンとの契約満了により、フリートランスファーで、バレンシア CF に移籍した。8月30日、シーズン開幕戦のセビージャ FC 戦に、 先発出場してプリメーラディビシオンレビューを果たした。主に、アレクシス・ルアーノとコンビを組み、3位での UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。2011から2012シーズン終了後、バレンシアを去ることを明言。2012年6月16日、ロシアプレミアリーグ所属の f c クバンクラスのダールに、移籍金なしの3年契約で移籍した。 CD カステリオン在籍時の2018年7月5日に現役引退を表明。同時に同クラブの技術部門秘書になることが発表された。ありがとうございます。